株式会社、エクシング・ミュージック・エンタテインメントは、東証一部などに上場されている、ブラザー工業グループで、東京都港区に本社を置く、音楽出版社、レコードレーベル、音楽情報誌発行、イベントスペース運営などを主業務とする会社。親会社は通信からオケオージョイサウンドを運営する、エクシング。主な関連会社は、大手レコード会社の定畜エンターテイメント。 音楽出版社として、音楽著作物の管理、運用、レコードレーベル、ズームレーベルの運営を行う。エクシングの100%子会社を生かした、インディーズ楽曲やマイナー楽曲を、通信カラオケジョイサウンド歌及び、ジョイサウンドメロ歌や、ジョイサウンドカラオケなどのモバイルコンテンツに、特別有料入り曲するサービスも行っている。2010年11月には、 第二次業部を設置し音楽著作物の部分新宅を開始した。これにより、今までの全新宅では実現できなかった、通信カラオケ、放送、演奏といった、商用利用目的の部分のみ著作権利用料の徴収がなされ、インタラクティブ配信などを新宅から除外したいと望む、クリエイターへの要望に応えることが可能になった。2014年4月には、 株式会社エアーズが発行する音楽情報誌、月刊ミュージックスターの事業を譲り受け、6月号より発行人となっていたが、2020年7月18日発売以後を最後に休館した。J スクエア品川は、株式会社、エクシングミュージックエンタテイメントが運営するイベントスペース多目的ホールである。2013年3月18日に、 東京都港区にグランドオープンしたカラオケボックス、ジョイサウンド品川港南口店の2階に開館した。ジョイサウンドが誇る最新の音響装置と照明機器が自慢で、収容人数は着席で約150名、立席で約250名となっている。ライブイベントやパーティーに、記者会見等様々な用途に柔軟に対応できる。 通信機器も装備しているため、イベントをネット配信することも可能である。ズムレーベルは、株式会社、エクシング・ミュージック・エンターテイメントが運営する、レコードレーベル。同社と同じくエクシングの子会社である、大手レコード会社、定築エンターテイメントのメジャー流通網を活用し、幅広いジャンルのアーティストを輩出している。ジャングル・ライフとコラボした新レーベル。 ツムジャングルライフも同社により運営されている。J-POP 演歌歌謡曲。ありがとうございます。